こんにちは。第73世竹の内の宿根、竹内文治郎です。今日は高田馬場に来てます。チャンネルむっちゃん外伝ですね。なんで僕がこういうおしゃれな、ね、利用院の前に立ってるかというと、ここ実は元太宰王様が住んでいたのです。太宰王様。ね、走れメロスとかいろいろありますよね。あとは臨終、人間失格とかもあります。で、臨終して2人女の人を死なして自分は助かってて3回目に成功したんですよね。2回目の時なんか、カフェでコーヒーを飲んでる時、上級のウェイトルさんに、ねえ君、僕と一緒に死なないってプロポーズしたんですよ。それが臨終中とはその人は思ってなかったと思います。どんなプロポーズやね。あと師匠の井伏松氏と、富士山に登った時、峠の茶屋での事件として、小説の中で、太宰は、師匠の井伏松氏が大きなおならをしたって小説の中に書いたんです。でパーティーの時に、太宰って俺はおならなんかしてない、太宰俺は絶対おならなんかしてないって言ったんですけど、まあいいじゃないですか先生、しょうがないんだからって言った話があります。まあちゃめっ気たっぷりですね。まあだから女の人と思ったんでしょうね。三島由紀夫が太宰治に友達に連れられて行った時、ね、私はあなたが嫌いですと三島由紀夫ははっきり言いました。そしたら三島由紀夫に向かって太宰治は、まあ三島君だってこうやって会いに来てるんだから、きっと君は僕のことを好きなんだよっていいように解釈するという恐ろしい男です。そして最後の、言葉が、最後に連載した、新聞に連載してた時に自殺に成功したんですが、その時の言葉、その時の小説のタイトルが太宰治はグッドバイでした。グッドバイでした。そんな太宰治です。まあそういう目で見てるの面白いんじゃないでしょうか。それではまた。